皆さんこんにちは、サチです。本日は私の大好きなセザンヌを使ってメイクをしていきたいと思います。まあ、どうしてもセザンヌじゃダメなもの、例えばアイテープとか、まあ、私の場合めちゃくちゃオーバーリップするのでリップとか、それ以外はセザンヌでいきたいと思います。さあ、まずアイテープ最初に貼ってしまいましょう。私はね、こういうバレない二重っていうね、プリュドールのものを使ってます。で、左右逆に使うこともあるし、その日の目のコンディションによって変えてるって感じです。で、ちょうどね、ちょうど二重が綺麗な感じに見えるところを探し出して、その日のコンディションによってだいぶ違うんだよね、貼るところが。こんな感じ。今日はね、逆さにせずそのまま使ってます。感じかな、どうだろう、よし。では、はい、こちら毛穴レスコンシーラー、ポアプライマーですね。こういうタイプなんだよね。たくさん使いすぎるとよれやすいタイプになります。なのでこんな風にこっちと比べるとね、もう毛穴の感じがだいぶないんだけど、だいぶ塗り込んだ方がこれはいい感じですね。結構ぼってりしてるから、その上からのファンデがよれやすかったりするので、塗り込んでこう滑らかにダマにならないようにね、してもらいたいと思います。ほら、こんな感じ。こっちはまだね、塗ってないから毛穴が結構目立つんだけど、特にね、大きく毛穴が目立ってるこの辺はね、必ず私は使ってます。この辺と鼻の頭とここのね、小じわがやっぱり気になってきてるから。さあ、それでは今日はね、こちらを使おうと思います。これがね、結構ハイカバーで良きなんですよ。私はね、自然なオークルの20番で、その上からさらにね、このテカリ毛穴レスのパウダーをね、しようかなと思ってます。で、どうしてもね、目立つこの辺に私シミがあるでしょ。こういうのはこちらクレヨンタイプのコンシーラー02番のオークルを使っていきたいと思います。で、セザンヌはね、コンシーラーが、こういうパレット的なものもあるのね。なので、眉毛とか直す部分はこういうので結構できたりもするんだけど、シミは今回こちらを使っていきたいと思います。これ結構良くてリピ買いしてます。これ私2つ目ですね。2本目になります。で、セザンヌのキープミストをスポンジにね、シュッシュッシュッとして、さらに崩れにくさを願いたいと思います。こういう色味でね、結構落ち着いて暗めですけど、まあ、私にはちょうどいいかなと思ってます。ほら、結構私の肌には馴染む感じの色味だよね。まあ、色の白い方はね、これだと結構暗いと思う。この明るいオークルは、もう少しね、色がちょっと白っぽくて、こんな感じ。微妙にちょっと違うんで、この辺に乗せておきます。この BB クリーム、すごいハイカバーだと思わない？ほら。ね。なので薄付きがいいなって、あんまりファンデしてないような感じに見せたい人には不向きなファンデになります。だいぶ高カバーよ。まあ、シミとかね、気になるところはクレヨンでって言ったけど、これだけでももうだいぶもうね、見えなくなっちゃうから相当ですわ。すごいよ、すごない？こんな感じ。小鼻とかいいんじゃない？結構ね。まあ、これだけでももう正直相当なカバー力なので、あんまりもうコンシーラーとか必要ないかなって感じです。値段がね、そんなに高くないからやっぱりいいよね。はい、こちらこういうクレヨンタイプです。繰り出してね、どんどん使えるから、すごい、うん、めっちゃ使いやすい、素晴らしい。はい、そしてこれ、この
この BB クリーム自体もまあそんなにクッションファンデみたいにツヤっぽい感じではないんだけど、まあ、テカってるわけではないんですが、こちらでね毛穴レスっていうことでこういうタイプのものですね。どんな感じになるか、こんな感じ。すごい。こっちが塗った方、こっちは塗ってない方。かなりやっぱり凹凸が目立つもんね、これしてない方はね。すごい。え、めっちゃいいじゃん。ザラザラしてるよね、こっちの方が。うん、ブラシでやったらどうなるか、こっち側見てみましょう。あ、ブラシでもいい感じになりますね。うん、ブラシでも良きです。こうポンポンするのがねちょっと苦手っていう人はもうブラシでさーっとやってしまっていいと思います。楽。はい、それではこちらナチュラルマットシェーディングの02番。もうね結構なくなってます、底見えしてますね。何個目だろうって感じ。すごい気に入って使ってます。シェーディングしていくよ。なんかほんと色がねナチュラルな感じですごく自然な影を演出してくれるのですごく好きですこれ。はい、そうしましたら、はい、そのままねノーズシャドウ描いていきます。菩薩のようなさラインを描いていくとすごく顔が全体的にバランスよく見えるっていうことがね最近分かり始めたの。菩薩のカーブすごく優しい印象になるというか、なんかあの顔がすごく整って見える感じなんだよね。すごいなんかあの目と鼻と眉のバランスがすごくね、均等な感じに見えるんだよね、そうすると。よし。では、今日使うのはこちら。ノーズ&眉パウダーの01番キャメル。色味はね、こんな感じです。さっき言ったみたいにこの菩薩ラインで描いていきます。こう緩やかにね見えるような感じで今日は描いていきます。あんまり尖らせない感じでね、眉山をね。はい、今日はこんな感じ。すごい自然な、こう、菩薩カーブ。菩薩カーブ。で、はい、こちら。モーブブラウンのね、眉マスカラ。こういう色味ですね。ほんの少し赤みがあるかな。そうしましたら、筆で描いた時にね、どうしてもなんかぼやーっとしてる部分を、さっき言ってた、こっちのコンシーラーで直していきます。ここ使っていきます。筆によくなじませて、こういう風にね。こんな感じです。それまでね、ラインがぼやーっとね、してたのが綺麗になりました。はい、こんな感じです。はい、それでは、アイシャドウ、こちら。ペールトーンアイシャドウの01番、コットンベージュっていうのをね、買ったの。なんかすごい素敵な感じだよね。色味がこんな感じです。結構淡い色合いで、まあ、ラメもね、素敵だから、なんかいい感じだなと思って。すごい淡いね、ニュアンスになると思うんだけど、ここをね、全体に塗っていきたいと思います。あ、乗せると結構色味深い感じですね。あ、かわいい。すごいナチュラルな陰影がね、できてる感じですね。すごい。あ、すごいいい色味。落ち着いててかわいい。すご。え、めっちゃいいやん。目尻の方にも少し乗せます。この辺だけ。かわいい。まず一旦アイシャドウは置いといて、これ気になってね、抜け感がすごくいい感じになるんじゃないかなと思って、アイジェニックカラーライナーの10番、ノーブルグレージュ。あ、だいぶくすみカラーですね。かわいい。
めっちゃいい。すごい。ギュッと強い感じじゃないから、ものすごくいいね。適度な抜け感が出てる。ただ、私、つけま族だからさ、どうなんだろう。これにつけまだと、だいぶ薄めのつけまをつけた方がいいね、きっとね。あんまり強いのだと合わない気がするよね。浮いちゃうもんね。せっかくの抜け感が台無しになるよね。うん。下もほんのちょっとだけ、書いときます。もう目尻のあたりだけね。と書いといて、ちょっとラメがどんな感じなのか見たいな。まずここ。あ、結構光沢あるね。じゃあ続いてここ。あ、ほんともう白い感じ。うっすら輝きはあるかなって感じだよね。で、ここ。こんな感じ。まあ、ピンク味があるよね。ちょっと、私のキラキラ大好き族としては、ここを使いたいね、やっぱり。あ、すっごいラメだわ。結構きらめきある。すご。グリッターぐらいのラメ感ある。ほら。すごい。すごいね。はい、では、下のね、まつげ、ちょっとだけ描かせて。あんまたくさんは描かない。よし。それでは、つけまはね、これにする。軸のないタイプで、まあ他の人にしてみたら、これでもまあまあゴージャスな方だと思うけど、まあ、私のゴリゴリまつげに比べたらだいぶ薄めかなって感じ。つけまのりをつけて、こんな感じで乗せていきます。はい、つけまがつきました。で、ここを涙袋のラインをちょっと入れておきたいですね。うん、かわいい。みゃほー。超テンション上がる。めっちゃいい。はい、では、こちら、タバカン耐久カールスリムマスカラ。まあ、極細ブラシで、ウォータープルーフなんだけど、まあ、その分塗りやすいかなと思ってます。私みたいな、まつげが短いタイプの人、ほんと、まつげが全然ボリュームないなっていう人は、こういうちょっと細いブラシとかだと使いやすいかなと思ってる。細っ。地まつげとね、一応、つけまを寄り添わせる感じ。すごい。細いからね、塗りやすいよ。カーブしてるからね、細かい、細いさ、まつげもキャッチしやすい。私の短い、細い、下のね、まつげも頑張ってキャッチしてくれてます、今。いいですね。じゃあ、リップ。リップは、セザンヌのものじゃなくて、いつも使ってるものを使います。ここリップライナーにするね。メイベリンのスーパーステイマットインクの210番。ほんと一番これがすごい気に入って使ってる。自分の肌に合う気がして。そして、ナチュラルチークの20番。若干暗めでね、落ち着いた色味です。はい、というわけで今日のメイクどうですか？セザンヌ可愛いね、やっぱり。うん。もう幅広くいろんなメイクが楽しめるので、やっぱりセザンヌ最高やね。いいね。はい、というわけで、よかったらね、セザンヌ使ってみてください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。すごい、今日の、私、アホの発作なんて、まるで起こしそうにない顔してる。